なるよ。はい、なるほどございます。今日は七北田川の河口に来たわけではございません。あの仙台サークルのところ、蒲生の方に入ってみようかなということでね、ちょっと今日はお昼からの出勤なんで、ちょっと2時間くらいちょっとやれるかなということでね、はい、来てみました。ちょっと七北田川の河口地形見たんですけど、ちょっとね、俺のあの水漏れするウェーターではちょっとやれないなということで、かなりちょっとディープしないとね、釣り成立しなさそうなんで、ちょっと今日はちょっと歩きますけど、ちょっとあのスカモの方のサーフで、ガチでヒラメ狙いたいと思います。はい、ということでね、今日は神回連続なるのか、はい、頑張りたいと思います。それではオープニングいきましょう。 Are you ready? さあ、行くぞ。お店の売りっていうのは何かありますか？なんかそのなんか、うん、大事な売りはチョコ使ったもの、コーラが売りなんで、一年中トリュフやるし、と一番の売りがロールストーンなんで、これもチョコのロールケーキなんですけど、はい、あとはこういったケーキもものすごい、ここまでチョコの商品出せるのがないんですけど、やっぱチョコがいいですね。まあ、それもうちの色なんで、あチョコレートものばっかりです。はい、早速サークの方来ましたけど、お結構釣り人なんぼかいるっすね。まあ、サーファーさんはね、なんかね、俺が来るタイミングで結構帰ってくる人いたんで、まあ、サーファーさんの邪魔になるようなことはないのかなと思うんですけども、はい、では早速ちょっとねやってみたいと思いますけど、まずは恒例の温度計から行きたいと思います。いやー、こっちのガモエリア来るの久しぶりだね。まあ、とりあえずねちょっとやってみたいと思います。もうちょっとサークの方に、ね、向かいましょう。はい、それでは温度計投げていきたいと思います。気温が8度か。はい、ということでね、昨日の夜は2度でしたけど、今は8度ということで、水温は何度なんだろう、15度くらいだと思うんですけどね、香りがなければ。早速ちょっとね、投げてみたいと思います。さあ、ということで、まずは温度計で水温を測りましょう。そうですね、若干ちょっと濁り入ってるのかな、これ。まあ、波もそんな強くないですし、まあ、流れが豪華だよね。昨日の夜は結構流れ強かったんですけど、はい、さあ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 、どうでしょうかね。あ、流れるな、温度計が流されてるもすでに、これこっちの流れだね。はい、果たして気になる水温は、水温はどうだ、水温はどれどれどれ、ちょっと回収してみましょうね。おはよう、キャ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 、よし、できるだけ水につけた状態で、はい、水温、13度、なんだろう、仙南サーフより2度くらいちょっと水温低いんだね。まあ、加工もあるからね。まあ、とりあえず、まあ、13度ちょっと低めだな。
はい、どうしような、13度か。ちょっとまず手前のところから探ってみようか。ちょっとファルクラムあたりでちょっと攻めてみましょうかね。はい、まずファルクラムで行きましょう。ヒラメピンクですね。はい、ということでまずちょっと手前狙いで、はい、ファルクラムで行きたいと思います。風ちょっとね、追い風なんで、まあ、飛距離は出せるのかなということでね、はい、ちょっと手前のブレイクのところ、はい、まずは探ってみましょう。なんか結構取れてそうな感じするんだけどね、手前ね。うん、まあ、ちょっとこっちの流れあるんで、ちょっとドリフト効かせながら、まあ、ブルブルアクション系のやつでちょっとまずは探ってみましょうかね。まあ、ボトムスレスレをこう泳がせるような感じでちょっと差を逃がせながら、はい、ちょっと手前を狙ってみたいと思います。さあどうでしょうね。今日は会社に1時まで行かなきゃいけないんでね、まあやれたとしてでも11時には出発したいかな。うん、今日3時間しか寝てないんでね、ちょっと早めに行ったら会社でちょっと寝てようかなとは思ってるんで、うん、ねえ、いやいやいや、昨日だって夜終わったの12時半くらいがね、一応シーバス釣った後ね、あのいくらかやったんですけど、うん、あの結構釣れなかったんで、まあシーバス釣った後は全部カットしたんですけど、はい、ねえ、まあそこから途中眠くなって、はい、コンビニで駐車場で朝の4時まで寝て、そこから編集して現在に至るみたいな、そんな感じでございますけどね。えあー、どうだろうね。やっぱ明るい時の釣りいいね。身につけるものが少なくて本当にね。わあ、ということでなんかその辺良さそうなんだけどね。手前探ればいるかなと思うんだけどな。ちょうどね、今あの網潮からこうもう少しであの網止まりの状態、ちょうど10時40分くらいが満潮なのかな。その満潮手前あたりでちょうどね、うん、来るかなと思って、時間的にちょうどね、うん、チャンスタイムかなと思ってんですけどね。あー、ということで10時半やれても11時までやるかな。多分一応10時半にはアラームセットはしてたんですけどね。さあ、前回はね、神回作りましたよ、久しぶりにサーフでね、シーバス初めてサーフでシーバス釣ったな。本当に格好ではね、あのオッパドアブクまでは釣ってますけどね、暗いから何かも分からなかったもんね、本当に上げるまで。いやー、次はヒラメ欲しいな。まずは手前の方を探ってみてから、あとは飛距離の出せるやつでやってみようかなということで。意外と流れるようで流されてないのかな、これ。なんかこっちに行くような感じの、うん、あれはしたんだけど、なんか流れる、うん、速度が少しゆっくりになったような。さあどうでしょうか。なんでしょうね、反応がねえな。このガモエリアではまだ俺ヒットさせたことないからね。まあ仙台サーフ、まあいろいろ俺言ってますけど、うん、ねえ、煙突前でも1投目でヒットしたりとかってのありましたけどね。え、こっちのエリアはないもんね、格好よりこっちのね、あの北側の方、うん、どっちかっていうとここね、あのサーフのポイントというよりサーファーのポイントですから、ここどちらかっていうと、まあアングラーの数よりサーファーの数が多い感じですよ。はい、だからあの日曜日とかの朝は本当に多分あれじゃないですか、本当の朝まずね、あと多分7時8時であればサーファーさんで多分埋め尽くされるでしょうからね。え、あ
だからここは平日のちょっとねサーファーさんが引く頃の時間帯入れ替わるような感じで入った方が利口じゃないですか。うん、さあどうだろうね、手前側ちょっとねアルクラムで狙ってはいるんだけど、なんだろうな、この動きの強いやつだとあんまり反応がないのかな。ちょっとパルクラムじゃないのかな。ちょっとルーハーでかくしてあのグアドのチャートでちょっと攻めてみたいと思います。はい、グアドマットチャートこれでいきましょう。さあちょっと130デカめのやつですね。はい、ちょっと大きいヒラメ いたらいいなということで、ちょっとピンクで反応ないんで、うん、ちょっとチャート系に変えて大きいやつで、はい、まあアピールしていこうかなということで、まあパルクラムもね、あのグアドもちょっと同じような感じの動きはするんですけど、とりあえずブルブルアクション系のやつでちょっとまずは手前探ってみたいんで、ちょっと大きさとカラーをね変えて、はい、ちょっと大きいので誘ってみましょう。まあこれでダメだったらちょっとワームでやって、まあそっからあと飛距離の出せるフラングから最後メタルジグって形でやっていこうかと思ったんだけど、こっちから入ってたよね。いや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 、なんだろう、流れがあったりなかったりって感じだな。結構こっちに投げたんだけどね。いやでも明るいといいね、なんでしょう、どこに飛んでったかが分かるだけいいわ。夜は本当それすら分かんないですからね。だいたい夜ね、日付変わるまで釣りして、朝今8時半今9時になったのかな、ねえ、そんくらいの時間ですけど、いや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 、家帰って編集終わらせてそれで来てますからね、本当に。さあどうだろうな、なんかあの辺面白そうなんだけどな、なんかなんかあのよどみみたいなところが、魚が潜んでそうな気がするんだけど、流れが速い、相当速いぞこれ。真横から帰ってきましたね。さあ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 さ、どうしような、少しもっとこっち側だな、ちょうどこの辺こういう風にちょっとなってるから、さっき隣の人が立ってたとこあたりちょっと面白そうなんだよね。そう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 、さあということで 50m くらい飛んでんのかな。でも仙台サークルにして今日は波穏やかなんだ。でもなんだろう、こっからこう6キロ方面見ると結構白波立ってんだ、あっちこっち。そうでもないんだけどね、結構あっち仙台サークル結構ザブザブじゃねえ、あれ 6.5 なんか結構もう手取りガッツリ上がってんじゃねえ、これどうなんだろうね。 6.5 ってかあれ正面か、あれ手取りあるってことは。いやー仙台サーク結構波あるね、あっちの深沼方面は。蒲生方面結構平和的なんだけどね。さあ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 、いや迷ったんだよ、 6.5 にしようかどうか。ちょっと仕事行く時に、ね、あの蒲生の橋でね何気に混んだりするんでね、それでちょっと時間ロスして会社遅刻したくもないっていうことでね、極力ね、あの仙台が俺会社泉なんで、ちょっとね、なんぼでも泉方面に近い方っていうことでね、はい、今日は蒲生の橋を渡らずにサーフって言ったらなると七ヶ浜か、ここしかないんですよ。七ヶ浜なんてとこで俺は釣りはしたくないので、あんな寝掛かりするようなとこでね。えなので、まあ、今日はちょっと仙台サーフ久々に蒲生も入ってみたいってのもあったんでね、今日こっち来てみましたけど、まあ七ヶ浜でやるときはよっぽどの時ですよね。だから、本当に時間ない時の1時間2時間やれればなみたいな感じですけど、さあ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 さ、どうだろうね、グアドでちょっと攻めてはいるんだけど、いやー結構流れるな、流れが強い、手前がちょっとあんまりあれだね、反応ないね。ちょっと飛距離出せますか、ちょっと流れあるんでちょっとフリッパ使ってみたいと思います。さあ行くぞ。はい、フリッパ 32g レッドヘッドホロー、これでいきましょう。さあということでね、まあ、メタルジグで結構ただ巻きで、まあ、流して
やるとしたらフリッパーが結構面白いかなということでね、はい、ちょっとフリッパーを出してみたいと思いますよ。あーということで、まさかあのサーファーさん俺の隣に入るわけじゃねえだろうな今おはようございますって挨拶したばっかなんだけどねさあ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 さ、しかもこっちに流れっからモロサーファーさんの方行くんだけどね、この距離感で入ってくるんだね。まあ別にいいけどさ、うん、まずクリッパーちょっとストッパーのところで、はい、やってみましょう。まあ朝なんで結構ワンチャンこの時間帯市バス加工も近いからあるかななんて思ったんですけどね、まあ、昨日もサークルで市バスつってから別に市バスじゃなくてもいいんだけど、うん、いやー結構流れ強いな。もうドリフトだね。ああ入りましたね、サーファーさん。さあということで、僕のところには来るなよ、こっちに行けよ。こっちに来たらフリッパー直撃しても知らないからな俺はさあ右の流れ強いね、結構こっちに座ってるもんね。はい、ダニエル 30g 常磐キャンディーでいきましょう。ちょっとブルブル波動系で、はい、やってみましょう。巻きから、はい、今度ブルブル系でやってみたいと思います。あーどうだろうね、なんか魚見たらねおーっと思うんだけどね、あの急に波が強くなってきたの気がするんだけど気のせいかこれ。移動したくてもあれだもんね、もうサーファーさんがいっぱいいすぎるからあんまりランガーもできないっていうね。まあそれ覚悟で来てましたけどね。まあでも地形的にこの辺だと思うんだよなこれ、入れば食ってくるとは思うんだけどね。まあもう少しでね満潮潮止まりだから、まあ潮も結構上がってきてから手前に結構いるかなと思ってね、最初手前狙ってみたんですけど、まあ最終的には広範囲探るしかないでしょうからね。はい、ちょっと休憩しました。で流れ強いんでね、ちょっとオフベイトの40、ちょっと重めのやつちょっと使ってみたいと思います。さあということで、ちょっとねいろいろね海の地形見たんですけど、やっぱ空いているところで可能性あるのここくらいなんですよね。なんか絶対この木掘れてると思うんだけどな。とりあえず、はい、ちょっとね 40g 引っ張り出したんで、まあ、ちょっとオフベイトで、やってみましょう。なんだ今度こっちに流されてる。さっきまで休憩する前こっちだったんだけどな。さあ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 、どうでしょうね。いやーやべやべ、このあれだ、流れ変わった。ちょっと左に流されてんな。ちょっと隣のアングラーさんもちょっと邪魔になっちゃうとあれなんで、ちょっとこれは早めに回収して、ちょっとやべえ、これ普通にゆっくりやってたらあれだったね、結構前方から帰ってくるパターンだったよ。さあ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 、なんだ海の状況少し変わったな。右に投げるしかないけど、右側サーファーさんいるからね。さあうまくちょっと周りの状況を見ながらカストしないといけませんね。さあ俺が休憩してる間に右左の流れが逆、なんだ今度こっちに流し、こっちに投げなきゃ、こっちに流されてっぞ。なんで俺のここら辺からこう流れ分かれてんのかこれ、何なんだいって。ちょっと昨日の船団作と同じ状況が起きてますけど、いや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 、しかもちょっとサーファーが俺の真正面に来てんだけど、あなた奥ベイト直撃したいですかって言いたいけど、まあそこまで届かねえけどさいや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 、
サーフアングラーとサーファーのね、あれは問題はよくツイッターとかで上がってますけど、まあお互い譲り合いじゃないのってしか思わないですけど、俺は、はい、あっちが譲んでんだって俺が譲るだけなんですよ、はい、俺は心の、ね、あれが大きい男ですから、はい、なんだこれもう流されてか変にこう絡まんだね。さあとりあえずちょっと多分こっちに流れか、サーファーさんも自然とこっちに流されてきたんだろうね多分ね、うん、ちょっとダマなんねえようなところでやろうじゃないの。こっちはねあっちに固まってっから、サーファーさんがちょっと場所変えましょう。さあということで残り時間も少なくなってきてるんでね、おー10時半くらいにはちょっとねこっち釣り終わって歩いていかなきゃいけないんだってね、あと片付けもしなきゃいけないですし、はい、とりあえずあと30分で決着つけなきゃねってことだよ。さあここくらいだったら、あーいいね、サーファーさんちょっとかわしたね。さあここで心をピナケやれますわよ。でも地形的にそこなんだよな、これでの絶対こっち泡泡なってないですか、そっち泡なってないですよ、ここのそこの子だけ。あ絶対掘れてると思ったんだけど、まあ投げても反応ないんでね、まあとりあえずちょっと場所変えましょう、同じところでちょっと投げちゃってあれですからね。ああサーフはちょっと足使ってねえ、ポイント探るしかないけど流れがやばい。なんだこっちの流れすげえな。はい、結構歩いてきましたね。ここだけもう波違うんすよ。ほらここら辺まで泡目なったけど、こっちからも泡がなくなってるんでね、で波の出方も違うんで、ちょっとこの辺が多分地形変化あるだろうなってことでね、ちょっとこっちでやってダメなら、あと今日はあと仕事に行きましょう。さあということでね、まあこの辺だったらワンチャンあるかなと思うんだけどね。さあ行きましょう。さあどうだろう、この辺もこの辺でちょっと掘れてそうな感じはあるんだけどね、うん、そこよりは多分こっちの方が多分あれじゃないかな、水深あるような感じはするけどな、波の出方から言うと。まあもうちょっとすぐもう河口の入り口ですからね、あっちのあれだね、大排水の方も人入ってるね、アングラさんね。さあどうだろうね、反応がない。さあ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 、今日一飛んだね。いやー流れ早いからなこれ、オフベイトでもいいけど多分ヘンチマンの方が飛ばせてるんだろうね。でもヘンチマンの42でもいいけどね、でもカラー的にこっちの方がアピール力あるかなと思うんだけどな。いやどうしようもな、あんま投げてないからね、この辺もちょっと掘れてるからワンチャンあれだよね、手前狙いもありっちゃありだろうけど、ちょっとオフベイトある程度反応がなければちょっと手前狙いに切り替えて、こっちちょっとワームで探ってみて、ダメだったらもうあれだろうな、もう時間も時間だからね、まあ2時間の3時間勝負ですから今日、お昼から仕事なんでね、まあ今日はクソ動画になりそうな匂いがプンプンしますけどねこれね。はい、ハウルズ31チャットクローでいきましょう。はい、ちょっと重めのやつで、はい、ちょっと流れが強いんでね、うん、ちょっと手前狙いで、はい、
やってみたいと思います。まあハウルであんだけ飛び跳ねじゃねえか。うん、さあおっと、この辺は掘れてっからワンチャン手前ありかなと思いますけど、まあ一人アングラさん入りましたねこっちね。さあどうなんでしょうか。でもこうパッと見るとあれだろうけどね、あれそんなところのサーファーさん入ってるところだ、この辺と俺がさっきやってたとこくらいかな、地形的にここはちょっとね、あんまり浅そうな感じなんでね。つうか、あんな流れやべえな、こっちの流れやっぱ強すぎるね。まあワームなんで、結構ほらグラブのテールにしてるんで、まあこう流れ結構ね、ゆらゆらこう尻尾がこうなると思うんで、はい、相手アピール力の高い、はい、グラブのテールでちょっとやってみましたけど、さあこれで食ってくれればいいけど、マイコから帰ってけよちょっとこれ。さあ行きますか。でもボトムも取れるな、流れ強い割にはな。あでも流されるね、ボトム取るまでに結構長、まだついてない、着地しないもんこれ。いやーこれ結構着地に時間かかるよこれ。どうしよう、最後秘密兵器出すか薪の種。ハウルで反応ないんだもんな。よし、最後もっと薪の種に変えて、これでダメだったら本当にもう仕事に行こう。ねえ、片付けもあるし、ここから歩いていかなきゃないんで、ちょっとね、多少本当に時間はあるけど、片付けとこの帰るまでの時間考えていかなきゃいけないんでね。いやーどうしよう、薪の種でやってみるか、反応ないもんね。ちょっと薪の種に変えます。はい、薪の種、はい、このグローピンクでちょっとやりましょう。さあこれでダメなら本当に帰るぞ、もう帰るとか仕事に行くぞ俺はもう。はいね、さあということで最後はもうアピール力重視の秘密兵器薪の種でやっていきましょう。さあこれで食ってこい。これでねえ、流れ速い時は結構これ効果的なねえルアーですから。いやー流れ速すぎて何やったか分かんねえどうなってんだ、もう相当流されてんな。 30g ですからね、アウルの30とこれの30だもん、多分わけが違うからね。どうでしょうね、これ反応がないもんな。いや結構流される、結構流される。だってこれで真横でしょ、思いっきりドリフトさせっか。じゃあ思いっきり斜めに行きます。はい、右斜め左斜め45度か、はい、滝川クリステルの角度ですね。滝川クリステルは右斜め45度だっけかさあということで、思いっきりこっちこう来るはずだと思うんだけどね。さあちょっとゆっくりストッパーのところでやってみましょうかしらね。どうせ流れるんでしょうから。いや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 、ちょっと何も釣れないよ今日ヒラメ釣る気満々できたんだけどな。なんだろうってあれだけど、釣れる釣りをした方がいいのかな、そろそろ餌釣りに切り替える、それとも今年最後に深瀬釣りはやりたいよな。でもな、あこれでダメなら今日帰ると思う本当に。さすがにちょっとね、時間引っ張りすぎてますからね。
さあ最後にドラマ生まれねえかな。最後の最後にグググッと来てくれたら面白いんだけどね。反応がない、反応がない。心折れかかってるんだけども、通知力切れたね、絶対に俺ね、もうねこれね。さあダメだ、集中力切れて出て今日はもう終わりじゃないかよ、もう。はい、ということでもう終わりにしよう。はい、ということで今日はねちょっと出勤前の短時間勝負でね、久々にガモエリアの方にちょっと来てみたんですけども、まあダメでしたね。はい、昨日のシーバスはどうやらまぐれのようです。ということでね、ちょっとね、シバスを釣ってちょっと調子に乗ってないようですね。はい、ということで次はちょっと釣れる釣りしたいかな。はい、ということで多分ツーブわかんない、次サークにするか餌釣りにするかわかりませんけども、はい、とりあえず今から僕は仕事に行ってきます。ということでチャンネル登録解除はしないでください。毎回動画を上げるたびチャンネル登録減ってるんでよろしくお願いします。さあ帰りましょう。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いただきました。はい、実家に来ました、このロールストーンケーキ、これがね一番人気なんですよね。ということで早速ねもういただきたいと思います。うん、しっとりしてて、これ美味しいです、これ。うん、しっとりしてくじことほろっとこうとろけるっていうか、はい、これは美味しいですね。はい、これね一本ものでも売ってますし、こうカットされたものでも売ってるんでね、はい、一本はねちょっと食べきれないよっていう人はね、こっちのカットの方も全然ね売ってますんで、ぜひお買い求めください。はい、ということで美味しいロールストーンケーキのご紹介でございました。いいサイズね、バラ釣りだ。やべやべ、でけでけでけ。やべやべ、でかいの釣れだ。よかった。はい、メバル、リモートに来ました。大きいの釣れだね。リモートフィッシュ第9弾。第3回ロックフィッシュダービーが2024年元旦から2月29日の2ヶ月間開催となります。対象魚はアイナメ、ソイ、メバル、その他、ネサカナとなっております。ドンコとかギンポももちろんエントリーは OK だ。対象エリアは陸地であればどこでも OK です。立ち入り禁止場所は釣り禁止場所での釣りはお控えください。釣行方法はルアーワーム等の疑似餌、餌釣りも OK となっております。ただ船での釣果は NG となりますのでご注意ください。またエントリーする際は1週間以内の釣果に限ります。頼むから1ヶ月前の釣果なんか送ってくるんじゃねえぞ。エントリー料は無料となっております。参加ご希望の方は公式 LINE をご登録ください。参加方法は公式 LINE に釣行場所、釣行日、ヒットルアー、対象魚のサイズの分かる画像と持ってる画像の2枚を LINE に送ってください。皆様からのエントリーお待ちしております。